部屋の移動します。今は最初は鬼ごっこ。モルル簡単ね。違う部屋に移動するだけ。で、鬼に立ちされた人はビブスもらってください。OK？ いいね。で、これだけ禁止ね。はい。部屋から出て、鬼来て、あー、やばいって思って、もう一回同じ部屋戻るのはこれ禁止。これやった人はもう鬼交代。必ず出たら違う部屋。OK？大丈夫ね。で、鬼の人は部屋の中入るのは禁止な。はい、じゃあ行きましょう。はい。はい、スタート。はい、どんどん移動して。違う部屋移動して、鬼が見てないときにどんどん移動しよう。決めたら部屋の中は休憩できるよ。せえ、せえ、せえ。はい、中に入ったわよ。同じ部屋戻っちゃダメよ。部屋から出た人は、はい、ただ違うところに移動する。疲れたら部屋の中で休んでね。ボール持ってる人は、これ部屋から出れません。ということは、これ誰かに渡したら出れる。じゃあボールを取ったら出る。 OK？ いい、そこまで OK ね。ボールない状態でしか移動なしね。ボール持ってる人はパスしてから移動で、鬼が今ビブスの色が2つ違う色を持ってるの分かるね。じゃあ今からオレンジの人、オレンジのビブス持ってる人はボールしか取れません。緑のビブスの人、緑のビブスの人はさっきと一緒、タッチしに行く人。はい、OK。なので鬼の役割がさっきと違います。タッチするならビブスは出して。スタートはもうボールしか取っちゃダメ。パスカット狙って。いくよ。はい、スタート。はい、行こう。ボールない人は移動して。ボールない人は、はい、どんどん移動できるよ。